はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていこうと思います。ちょっとランダムキューブで AP を稼いだんで、まあスキルツリーをちょっと強化していきましょう。めっちゃ溜まってんな、141ある。ゴッドフィンガー、そう、ゴッドフィンガーが使えない使えないって言ってましたけど、これなんかヒーロースキルみたいなんで、いつものスキルの下の段ですね、そこから選ばないといけなかったみたいですね。ガンダムが2人いるんで、これ覚えよう。ダブルシュート。カバーもちょっと覚えておきますか。とりあえずツリーを充実させよう。ゴッドフィールドダッシュ、分身殺法、ゴッドシャドウ、キングオブハート、おお、すげえ。すげえのかどうか分かんないけど、あ、バルカンだ、バルカン、バルカン鍛えましょう。バルカンマークスで、これをやるには、あれ、これ何、ゴッドフィンガー、あ、ゴッドフィンガー3必要なのね。ゴッドスラッシュで、赤破天狂剣と思ったけど足りない。で、ユニコーンが、ユニコーンはどうしようかな。ツインスラッシュ、ダブルシュートは覚えているのか。ビームガトリングガンで、お、ビームマグナム出ましたね。ビームマグナムで、ユニコーンコンボ、これはヒーローゲージ上昇、あー足りない。じゃあ次、ウルトラマンゼロ、スラッガーアタック、スラッガーアタックに必要か。フォースキャパ上昇3で、これでヒーローゲージ上昇1、ウルトラライダーキック、あ、めっちゃ強え。めっちゃ進んでるけど、あ、これメインクエストでウルトラライダーキック解放されるみたいですね。なんかもう何が何だか分かんなくなってきた。ワイドゼロショット、これも覚えようと。足りない。仮面ライダーウィザード、これはいくつだ、あ、メインクエストを進めないと覚えられないのか。ってことは何がいいかな。仮面ライダー2体いないからな。でも一応覚えとくっちゃ覚えとくか。ツインスラッシュ、ちょっと合わないカーソルが、ほいっと。こんなもんかな。よし、それではじゃあちょっと進んでいきましょう。壁を調査するんですよね、壁を。なんで、コロニーキューブの中継地点2と。では壁のところまで急ぎましょう。お、なんだ、いきなり始まったぞ。これはどういうことだ、どういうことだじゃねえよ。以前来た時はここの壁はこんな状態ではなかったはずだ。え、どんな状態。光の言うことが確かならば、欠片の力が増しているのか。あ、これね、なんか怪しくなってますね。じゃあとりあえず奥へ行きましょうか。怪しさ抜群なんで。おっと、またなんだこれは。壁の変質が進行して崩れたのか。凄まじい闇の力だ、俺も感じるぞ。これはキューブができる前のあの混沌とした世界の不快感だ。ああ、一体何が起きているんだ。とにかく進んでみよう。こっちか、闇の力。んー、ちょっと分岐がいっぱいあるな。あ、出てきたこいつら、猫闇ですね。こっち行けるな。あー、あそこに何かが見える、回復ポイントだけど。なんもない部屋。あそこがショートカットできる道か。おーっと、いろいろ出てきたな。ユニコーンが若干減ってきた。経験値はそこそこくれますね。
ウィザード。何かがいる。え、何？え、自分で進んでいくの？おお、デビルガンダム。ガンダムヘッド。なぜ？そうか、かけらが別の世界の要素も取り込み始めたんだ。ということは、DG 細胞はすでに。ギュルルルく、倒すしかないな。え、戦うの？デビルガンダムヘッドと？本当にヘッドだけだな。一応ちょっとバルカン使うか。ビームマグナム結構減るな。22ってキック、うん、これでいこう。それならこの199、まあ、結構強いな。でもやっぱスーパー稲妻キックの方が強えな。うわー、ガードされた。火がガードされるのかこれ。いたー、バルカン。おっと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 、ビームがガードされるのか。なんだこれは。マシンキャノン、ビーム属性だな。爆熱ゴッドスラッシュ、ちょっと普通に攻撃しよう。で、こいつも攻撃と。で、こいつは回復させないとまずい。なんだ、結構いろいろガードされんな。ゴッドスラッシュはいけんのかな。ビームマグナム大丈夫でしたよね。バルカン、ヒールと。あー、バルカンダメか。火炎を放ってきた。とりあえずもう攻撃普通にやっていくか。ヒールで回復する必要はないな。よし、全員攻撃。まあでもそこそこは当たりますからね。よーし、見てー、ご超弱え。ガードしよう。早めの回復を心がけましょう。いってー、ヒーロー技。そう、これっすよ、ダブルシュート。これで爆熱ゴッドフィンガー、まあ、3使うんですけど、今回ダブルシュート使ってみましょう。ユニコーンと一緒に。で、こいつも攻撃と。おら、あっちっちっち。バルカンなんだ。下がれ。バルカン、バルカンか。ダブルシュートは。まあまあですね。ウルトラゼロキックを使いますか。ウォータースラッシュとか効くのかな。うわ、ミスった、そもそも。あっちちちち、もうそろそろ倒せそうな感じなんだけど。ダメだ。結構攻撃が通らないときついな。ゴリ押しするか。よーし、経験値300。ガンダムヘッド、やった。あ、しまった。アイテムを整理してなかった。
倒したぞ、これで先へ進める。そうっすね、ちょっと戻りましょう来て早々ですけど、まずはアイテムラボに行って倉庫、あ、話をするにしちゃったよ、誰もいないアイテムラボには誰もいないのか。おらら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 らっと、はい、チップも手に入れたんでちょっとチップ解析しますか。猫闇ガンダムヘッド、ドライブ HG 消費1/2、結構良さそうじゃね。フォース、ちょっと見てみましょう。ヒーロースプリンター、ヒーローラッシュ中自分の行動が通常よりも速くなります。まあいいかな。自分のドライブの消費 HG が半分になります。これいいな、つけよう。ゴッドガンダムにつけましょう。これを外して、外すのってどうやんの外せない外し方がわからないんですけどゴッドだからこれを外せばいいのか。こうか、逃走率アップとかもあるし、ほい、オッケー。じゃあちょっとまた探索に戻ります。中継地点に、こっちはまだ行ってないところですね。まあアイテムか、割れたオパール。装備品なかな、まあ全くないな。こっちもちなみに行ってないといえば行ってないけど、そうか、こっちか。こいつは回避率が高い。そして何かをガードしてくる。仮面ライダーは回復させなくていいかな、まだ。で、こっちに行きましょう。アイテムが、お、ザットガン、ね、ザットガンって装備かな。実弾やレーザーなどの切り替えが可能な銃、射撃のダメージが上昇する。なるほど、射撃か。ってことはユニコーン、でもユニコーンパンツがあるからな。防御力がだいぶ減っちゃうんだよな。ザットガンちょっとこのまま保留にしときましょう。お、出てきましたね、ヘリオン。やばいな、減ってきた。ただそろそろみんなレベルが上がりそうだ。ウィザードで回復させましょう。ん？どっち行けばいいんだ？行き止まり。またヘリオン3人組か。これ結構減るな。が複雑だ、相変わらず。行き止まり。なんか今の攻撃は弱くていいな。全員に7とか9とか。ヘリオン手に入れましたね。基本的に全体攻撃が弱めに設定されてますね、このゲームは。味方も敵も。敵が使ってきてくれると結構助かるんですけどね。これは、こっちはなんもない。
大いなヘリオン3人組。お、ゴッドガンダムレベルアップ。うわーしまったあんまり早く行きすぎるともう対応できない。なんとなく怪しいのは分かったけどはあはあ、この締め付けるような不快感。ゴッドガンダムは怪しく光るかけらを入手した。あ、簡単に手に入れられんじゃん。絶対敵来るよ。う、すごいなこれは。そこまでだ。おー、いっぱいいる。クライシス帝国、かけらを渡してもらおうか。そうはいくか。じゃあどうするんだ。お前たちを倒すまでだ。ひょー、これでも倒せるのか。ブラックがどうなっても知らんぞ。ブラック、みんなすまない。おとなしくかけらを渡せばブラックを返してやろう。く、卑怯な真似を。ひゃへー、どうするどうするどうする。俺のことはいい、かけらを持って逃げてくれ。ブラック、それはできない。ふっ、まあ我々全員と戦って逃げ切れるとは思えないが。確かにね倒す自信はないっす。ボスガン、俺たちはお前たちと違って簡単に仲間を見捨てたりはしない。かけらを渡せばブラックは返すと約束するんだな。ああ、もちろん約束しよう。わかった、かけらを渡そう。ゴッドガンダムはかけらをボスガンに手渡した。ところがその時、突如として上空にクライシス要塞が現れ電撃を放ったのだ。おお、コロニーに穴が開いた。また電撃の破壊力は凄まじく、キューブの地面に穴を開けた。キュー、すごい風だ。コロニーの外に吸い出される。ボスガン、貴様というやつは騙したな。これは何かの手違いだ。ブラックなら約束通り返してやろう。ゲドリアン、ブラックをヒーローたちのところへ。ひょひょ、了解。さあ行くぞブラック。うー、ブラックは体力を失っている。穴に吸い込めないように気をつけるんだぞ。なんか優しいひゃは、もちろんだ。俺がそんなヘマするわけ。あ、手が滑った。ゲドリアンは手を滑らせたのではない、故意にブラックを穴の方に突き飛ばしたのだまあそりゃそうだろうぐわ、ブラックだ、ダメだ、力が入らない。うわー、力を失っていたブラックは強風に耐えきれず穴から外へと吸い出されてしまった。なんてことだ。はっはっは、よくやったゲドリアン。クライシス、最初から仕組んでいたのか。ひゃはっは、その通りだ。残念だったな。許すわけにはいかない。ふっ、絶望、恨み、そして怒り、負の感情は闇の力となり、かけらの力をさらに増大させる。運命を呪いながら死ぬことだな、ヒーローども。3人と戦うの、もしや。おお、ブラックちゃん、俺はまだ生きているのか。なぜだ、キューブの外はマイナスエネルギーで満ちていたはず。はっ、そうか、この世界は前の戦いとは違ってリジェスそのものではないんだ。だからマイナスエネルギーはないんだ。ライドマシンだって必要ない。じゃあここはなんだ。星？宇宙か。ここは宇宙なのか。ははは、だからなんだ。俺にはもう戻る力はない。このまま永遠に宇宙空間をさまようんだ。すまないみんな。おお、なんだ。ん？この光、太陽か。ああ、なんだこの感覚は。その時、不思議なことが起こった。太陽の光を浴びた仮面ライダーブラックは
体の奥底から湧き上がる力を感じた。すると体内のキングストーンが激しく反応し、ほとばしる力が全身にみなぎった。そして仮面ライダーブラックは失っていた本来の力を取り戻したのだ。おお、 RX、 そう、仮面ライダーブラック RX の姿を。おっと、勝手に戦ってますね。ははは、くっ、かけらのせいか、やつらの力が増しているようだ。俺たちクライシス帝国にかかればヒーローといえどもこんなものか。ボスガン、そろそろケリをつけようぜ。ヒッヒッヒ、地獄に送ってやるぜ。これまでか。その時、地面の穴から何者かが現れた。そうはさせん。貴様、その姿は何が起きたんだ。太陽の光が俺に本来の力を取り戻させてくれた。俺は太陽の子、仮面ライダーブラック RX だとさ。RX、 ゲドリアン、これはどういうことだ。こんなことになるとは。クライシス帝国、貴様らの邪悪な野望、この俺が許さん。おのれふん、ギャー。強すぎ。次はお前か、ボスガン。カテゾーン、 RX をこの場で抹殺するのだ。おう、 RX、 俺の強さはゲドリアンとは段違いだぜ。行くぞ。うっ、だが俺も今までとは違うぜ。グアー、デア、トー、ハー、くっ、やるな。今のうちだ、ボスガンの持つかけらを。ところがその時、おお、これはファンネルっすね。なんだ、穴から巨大な影が姿を現した。クシャトリア、また袖付きか。うわー、チッ、うがー、キシャトリア、袖付きのモビルスーツか。なんてパワーだ。おのれ、かけらだけは。うわー、まずい、かけらがキシャトリアの手に。うわ、逃がすか。ぐわ、クシャトリアはファンネルのビームで壁に穴を開けながら逃走していった。おのれ、袖つき目。しかしこれは予想外だ。カテゾーン、ゲドリアン、一旦引こう。く、あと一歩だったのに。RX、悔やんでいる暇はない。すぐにキシャトリアの後を追おう。ああ、そうだな。おお、仮面ライダーブラック RX。やつの開けた穴を通れば行き先がわかるな。ん？これ？あ、壁の穴を開けたのね。コロニーに穴を開けたわけじゃなくて、どこに穴開けたの？RX も意外に早く元に戻りましたね。まだ最初のキューブっすからね。てか最初のキューブも結構長えよな。あ、ここね、ここ。とりあえずマップはちょっと埋めます。で、これは穴だから埋められないと。どっち、こっちはいけんの。いけますね。ユニコーンがまたちょっと減ってきた。ヒットポイントの低いキャラはちょっと2人入れるときついかな。
多分ウィザードとユニコーンが似たような立ち位置なんですよね。魔法系。ここは行き止まり。あれ、ここ戻ってきちゃった。キングオブハートの実力を見せてやる。よし、お、いっぱいあった。なんだこれ、そのまままっすぐ進んでいけばいいのか。おっと、こいつら久々だな。これで OK か。うわー、同化されたか先に。全然当たらん。ユニコーンそろそろ上がりますね。おっと、なんだ、壁が崩れている。え、こっち行けと。ん、ここは何もない部屋。ユニコーンの攻撃がこいつガードされんな。レベルアップ。あとはこっちがいけるな。なんか広いな本当に。いてー、クリスタル食らったー。ここは、あはは、まただよ。なんか広いとこに出たと思ったら進んじゃうな。ここはなんだ、妙な感じがする。行き止まりか。クシャトリア、くっ、さらに力を増しているようだ。しかし追い詰めているのはこちらの方だ。ほんとかよ。勝てる自信ないんだけど。もう逃げられないぞ、かけらを返してもらおう。しかしクシャトリアは何も答えず襲いかかってきた。バックアタックかよ、しかも。おお、ファンネルを放出した。マジで危険だな。マシンキャノン。60ミリバルカンで大丈夫かな。ウルトラゼロキック。フレームストライク。なんか効くのかな、氷とか。はっ、ちょっと早い。待って、早い早い。いつの間にか仮面ライダーがピンチになってる。しかもなんか音楽が、これ初めてのボス音楽じゃないですか。いていて、うおー、ファンネル最後に来るのか。そういうことね。ウルトラマンはちょっと今はピンチ。74か。メガ粒子砲も強え。いってー。これはちょっと自分で自分を回復させないとまずいな。
ファンネル射出。まだ仮面ライダーじゃなくてウルトラマンが赤いタイマーになってるんで、ライフキットで普通に攻撃しましょう。70、70、うわーやばい。これファンネル集中攻撃かしたら、あ、そうか、回復させたのか。いってどうする、ラッシュするか。一回ラッシュしましょう。よーし、行くぜ。これはヒーロー技でいいのかな。いや、ゴッドフィンガーを使うか。よし、あれ、これはいい。ヒーロー技は、そうかそうかそうか、そういうことね。分かった分かった一人で納得してるけど、これツインスラッシュとか使えんの。あ、ウィザードと協力してってことね。まあいいや、じゃあウィザードと協力して打ちましょう。で、こいつもヒーロー技が使えるけど、とりあえず使えないからスーパーイナズマキックスね。やっぱり行くぜ。クロスオーバー。憎しみを振りまいて、何なんだあんたたちは。スラッシュストライク、キッキッキッ。どうだ、549、強い。スーパーイナズマキック300、やっぱり強い。行くぞ流派、東方腐敗の名のもに、俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟く叫ぶ。爆裂ゴッドフィンガー、くらえ。ヒートエンド。よしよしよし、痛い。うわー、ファンネルこんなモーションがあるんだ。いて、ここはピンチだ。ディフェンスをしないとマジでやばい気がするヒールで回復させよう。ハイパーメガ粒子砲。うわ、死んだ。いって。俺はそれでも攻撃して、いや、ちょっと回復だな。回復タイムにしよう。復活キットで復活させないとな。よーし、ファンネル射出。射出した時はないよねよしよしよし、ただピコンピコンしちゃってるよ。爆熱ゴッドスラッシュ。ビーム、いや、ビームマグナムでいこう。で、こいつは自分で回復させよう。で、攻撃と。くらえ！いったー、死んだゴッドはゴッドスラッシュで攻撃して、復活キットで復活させて、一応こいつはじゃあヒールで回復させとくか。いって。よーし、いやー、強かったな。ファンネルが強かったな。700経験値も持ってる。すげえすげえ。レベルアップ、クシャトリア。さらばだ、クシャトリア。マリータクルスの音声は入ってなかったっすね。終始無言。やったぞと、かけらを探さなくては。しかしどれだけ探しても周囲にかけらはなかった。おかしい、まさかここに来る前にすでに何者かに引き渡していたのか。
ゴッドガンダムたちは欠片の捜索を中断し拠点へ戻った。ダークゴーネ、欠片を手に入れたようだな。陛下もさぞお喜びだろう。いつの間に。ええ、だがどうやって手に入れたんだ。欠片を積んだ袖付きの輸送船が秘密裏にキューブから出航するという情報をつかんだものでね。奇襲をかけてあっという間でしたよ。さすが相変わらずの作詞ぶりだな。さてアイアロン、陛下は次の作戦を進めていらっしゃる。すでに一人の部下を先遣隊として次のキューブへ送り込み調査させているそうです。我々もいつでも動けるように準備しておけとのご命令です。ああ、わかった。だがその部下ってのは誰だ。それはふっ、なるほど、あいつか。確かに奴はお前にも負けず劣らずの作詞だ。誰やねん、全然わからない。で、うまくいったのか。は、ベリアル軍は輸送船を襲い積み荷ごと欠片を奪っていきました。よし、手はず通りだな。はい、我々は次の目標を目指す。が、今回は表に出すぎた。次は少し状況を見よう。了解。私は私の計画を進めさせてもらうよ。マウンテンキューブには非常に興味があるからね。ええ、もちろん協力が必要ならいつでも。ありがとう。だがすでに例の組織と話はついている。それに部下も差し出している。わざわざ君の手を煩わせることもないだろう。はあ、とりあえず欠片が奪われたことは想定内みたいですね。ゴッドガンダムたちは拠点に戻ると今後の対策について話し合った。もし欠片がすでに敵の手に渡っているのなら、これ以上コロニーキューブを探し回っても無駄だ。仮にまだあるのなら、もっと活発に各勢力が動くだろう。俺としてはマウンテンキューブに行きはぐれてしまった仲間の捜索を優先したい。だが見えない壁の問題が。それはもう大丈夫だ。あの壁を破るための液体窒素ビームが完成した。液体窒素ビーム？前にも言ったが、あの壁には水素によく似た物質が大量に含まれている。そうか、瞬間的に凍結して分子崩壊を促すんですね。その通りだ。さすがアナハイム光線。は？分子崩壊？なんだそりゃ。科学は苦手なんだよ。まあ俺も科学全然わかんないですけどね。要は粉々に砕けるってことさ。そういうことなら仲間の捜索をした方がいいな。欠片を奪還するにしてももっと戦力を増強しなければならない。確認しておこう。マウンテンキューブに置き去りになった仲間はメビウス、オーズ、ダブルオーの3人だ。だが念のためコロニーキューブの調査も続けておきたいのだが。それは俺がやろう。まだ欠片が残ってる可能性もあるんだろ。ああ、ではその役目はメテオに。了解。他の者はマウンテンキューブへ。ゴッドガンダムたちは液体窒素ビームを受け取ると捜索の準備を進めた。仮面ライダービーストのチップを入手しました。ウルトラマン光のチップを入手しました。仮面ライダーメテオのチップを入手しました。みんなチップになってんな。ライジングガンダムのチップ。お、ショップに装備アイテムが追加されました。閉ざされたキューブ。うん、じゃあちょっと、仮面ライダー RX も仲間になったんでパーティー編成をしますか。 RX ちょっと見てみましょう。物理攻撃力100、うん、強いな。ウルトラマンゼロが109だからな。エネルギー攻撃力がちょっと弱いのか。技術が全然違えな。倍くらい違うんだけど。早いかな。早くないし、仮面ライダーブラックとか言って。なるほどね、うん、あとはこんなもんか。ちょっと編成は後でやるとして、装備品とチップか。あとチップが増えたんで、おお、いっぱいある。ビースト、
メテオ、ライジングガンダム。経験値なし、何どういうこと経験値なしってなんだよ。フォースをちょっと見てみましょう。新しいやつ、アシスト、敵全体にランダムで打撃を先制して放ち、自分の状態異常が回復します。5ターンの間、味方単体の受けるダメージが減少します。メテオ、敵単体に打撃を放ち、ラッシュゲージが溜まります。はあ。ライジングガンダム、味方単体のヒットポイントを600回復し、戦闘不能以外の状態を直します。はあ、なるほど。アシスト、うん、フォース CP でも結構使いますね。5とか6とか、あとはクシャトリアのやつですね。経験値なし、味方全体に経験値が入らなくなりますが、敵がチップを落としやすくなります。これランダムキューブで使えばいいんじゃないですか、多分経験値全然くんないですからね、あそこ。あとちょっと装備品を見て、アイテムラボ購入。ここら辺は、おお、スモークグレネード、ミノスキークラフト、トラップダメージ無効。あ、いいね、800円もすんのかよで出てきたのがブリキの金魚、メリーと名付けられた金魚のおもちゃ、射撃の耐性が上昇する。あ、ヒットポイントも上がるのか。はんはんはん。アイアンネット、使用に高い技量が必要とされる銅製の網、稀に通常攻撃で速度を下げる。うん、どっちかっていうとこっちの方がいいな。 SP も上がるし、うん、ただ大量にバカバカ買うわけにはいかないからな。うん、 OK。 それでは次回は、マウンテンなんとかなんだっけマウンテンゲート、マウンテンキューブか、マウンテンキューブに、行こうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。